片山義弘7月29日隊は、日本の政治学者、早稲田大学教授、鳥取県知事、鳥取大学客員教授、地方制度調査会副会長、行政刷新会議議員、総務大臣を務めた、岡山県岡山市東区出身、岡山県赤岩郡瀬戸町を生まれ、両親は共に教師であった、岡山県立岡山台安寺高等学校、 東京大学法学部卒業。1974年、自治省入省。鳥取県庁や国土庁への出向を経て、自治大臣秘書官、自治省国際交流企画官、固定資産税課長、府県税課長などの役職を歴任し、1998年12月に退官した。1999年4月、鳥取県知事選挙に出馬し、 初当選を果たす。鳥取県知事在任中は、岩手県知事の増田広屋や宮城県知事の浅野、ーラに並び、官僚出身の改革八時の代表格であった。2004年7月、読売新聞により実施された、世論調査では78%の高水準の支持率を記録し、全国47都道府県の知事で1位であった。2003年の知事選では、 無投票当選となった。2006年12月、翌年の知事選に出馬せず、2期で知事を退任する意向を表明。2007年4月、鳥取県知事を退任した。同年5月、鳥取大学地域学部地域政策学科の客員教授に就任。7月には、地方制度調査会副会長に就任。2009年10月から、 鳩山幸男内閣の下で設置された行政刷新会議の議員を務める。2010年9月、官改造内閣で総務大臣に任命され、初入閣。民間人閣僚の総務大臣は、元岩手県知事の増田博也に続き二人目。翌2011年1月発足の菅、再改造内閣でも留任した。2011年9月、野田内閣発足に伴い退任。 2009年から世界に片山義弘の日本を見るを連載中。鳥取自立塾鳥取県の事業として地域の自立と再生を目指すことを目的に掲げ、2004年から毎年夏に鳥取県の主催で3度実施された。全国から改革派の主張や大学教授などを招き、講演をはじめ文化館やパネルディスカッションを実施。ありがとうございます。